元はコンサルティング業界でよく使われていた地頭という造語は、2007年に発行された書籍を機に一般にまで広がります。地頭がいい人と聞けば、私たちは柔軟な発想力や論理的思考力を持ち、かつコミュニケーション能力も高い人物を思い浮かべるでしょう。相撲界にもこの言葉にぴったりな力士がいました。大関貴ノ浪です。現役時代の実力に加えて頭も良く、後進の指導にも定評があった貴ノ浪。弁も立ち、影の広報部長と親しまれていた貴ノ浪は、これからの相撲界に欠かせない人物でした。そんな貴ノ浪は2015年に43歳という若さでこの世を去ります。多くの人々に惜しまれた貴ノ浪でしたが、彼の死の真相をめぐってはある噂がささやかれているのです。貴ノ浪、身長197センチ、体重169キロ、相撲史上最強と謳われた力士雷電とほぼ同じという恵まれた体格。貴ノ浪はその素質に惚れ込んだ先代貴乃花こと藤島親方から熱心な誘いを受けて藤島部屋に入門しました。藤島親方の貴ノ浪への期待は大きく、4年で十両に昇進した際は1年遅いと怒られたといいます。若鷹ブームが席巻した平成初期の相撲界は、現在では想像できないほど人材の宝庫でした。その中で貴ノ浪は1994年1月場所で64代横綱あけぼのを川津掛けで破って敢闘賞を受賞し、大関昇進を果たしています。この時大関に同時昇進した武蔵丸こと現在の武蔵川親方とは、長きにわたりライバルとして切磋琢磨していくことになるのです。同年に貴乃花が横綱に昇進すると、貴ノ浪、若乃花、あけぼの、武蔵丸の5人は実に5年間もの間番付上位を独占することになります。三役にも同世代の海王、武双山をはじめ琴錦、秋ノ島、高藤力らそうそうたる顔ぶれが並びました。まさに貴ノ浪が活躍した時代は、後世にまで語り継がれる相撲界の黄金期だったのです。群雄割拠の角界で貴ノ浪は幕内優勝2回を果たしています。1996年1月場所、同部屋の第65代横綱、貴乃花との優勝決定戦。勝負の一番で殿下の宝刀、河津掛けで貴乃花を下すと、貴ノ浪は念願の幕内初優勝を果たしました。この時貴乃花は貴ノ浪のことを、何十年に一人かそれ以上の存在と語っています。1997年11月場所の優勝決定戦でも再び貴乃花を制し、2度目の幕内優勝を遂げた貴ノ浪。貴ノ浪は綱取りこそ叶いませんでしたが、相手十分の形になっても逆転できる足腰の強さと懐の深いスケールの大きい相撲で大いにファンを沸かせたのです。怪我で番付を下げ、2度の大関陥落を味わっても、俺にしか取れない相撲をお客さんに楽しんでもらえたらいいと語っていました。そんな貴ノ浪の人柄ゆえか、引退後に両国国技館で行われた断髪式には、実に400人以上の人々が駆けつけています。そして断髪式の最後には、闘病中の師匠先代貴ノ花が重篤の身を押して両国国技館に現れ、涙を流す貴ノ浪の髷にハサミを入れたのです。その後貴ノ浪は年寄り音羽山を襲名し、貴ノ花部屋付きの親方として後進の育成にあたります。しかし貴ノ浪の人生は大きく変わっていくのです。順調だったはずの人生、現役時代から宴会部長とあだ名される陽気な性格の貴ノ浪は、漫画家であり広角家として知られる八久満氏に、漫画の中でヘナチョコという意味を込めて貴ノ浪とネタにされても受け入れる広い心とおおらかさを持っていました。誰からも愛される人柄は親方になっても変わらなかった貴ノ浪。貴ノ浪は相撲協会の業務で多忙な貴乃花親方に代わり、部屋の弟子たちの指導を任されるようになると、指導者としての才能も遺憾なく発揮したのです。また誰に対しても分け隔てなく接し、部屋や一門の枠を超えて逸ノ城や照ノ富士など下の力士たちにも積極的にアドバイスしています。現役時代は論理的とは言えない豪快な取り口で多くのファンを魅了した貴ノ浪ですが、
素顔の彼は各界屈指の頭の回転の速さでも知られていました。多趣味で映画や書物に精通し、冷静かつ多角的に物事を考えられる人物でもあったのです。相撲記者からの質問にも臨機応変な受け答えができる貴ノ浪は記者たちからの信望も厚く、相撲協会内でもその仕事ぶりは高く評価されていました。そして貴ノ浪は相撲界の改革にも大きな役割を担っていたといいます。当時各界の近代化を目指す貴乃花親方の右腕として辣腕ぶりを発揮したのです。職人肌で言葉足らずな貴乃花親方に代わり、その真意を周囲に説明できる広報担当としての貴乃浪の力は貴乃花グループの躍進に欠かせないものでした。また人望もある貴乃浪が自らの部屋を開くこともなく貴乃花親方のサポート役に徹したのは、師匠である先代貴乃花から「お前だけは貴乃花をよろしく頼む」と頼まれていたからだという話もあります。プライベートでも2002年に10年の交際を実らせ結婚した夫人との間に一子を設け、順風満帆に見えた貴乃浪。しかし悲報は突然もたらされました。2015年6月、43歳の貴乃浪は急性心不全でこの世を去ります。相撲協会の発表によると、大阪のホテルに滞在中に体調を崩した貴乃浪はそのまま帰らぬ人になったというのです。喪主である夫人の実家がある名古屋で行われた貴乃浪の葬儀。生前の交友関係の広さを表すように多くの参列者が訪れた葬儀で、ある噂がまことしやかにささやかれていたのです。貴乃浪につきまとう噂。貴乃浪の死からほどなく、一部週刊誌が各界のスキャンダルを報じます。各界のタブーと銘打たれた週刊誌の紙面には、貴乃浪がラブホテルで亡くなったことが大々的に書かれていたのです。あくまでも死因が急性心不全とだけ発表されているため、真偽のほどは分かりませんが、記事によると貴乃浪は大阪にいる愛人とラブホテルで密会中に腹上死したといいます。貴乃浪は死の前日、友達5人と会ってくると夫人に言い残し大阪へ向かいました。そして6月20日の10時ごろ、ラブホテルからの119番通報で駆けつけた救急隊によって貴乃浪の死亡が確認されているのです。有名人であったこともあり、貴乃浪の遺体は司法解剖へ回され、薬物検査も行われますが、不審な点はなかったといいます。死因は急性心不全ですが、いわゆる腹上死というものでした。腹上死といえば昭和の名作 W の悲劇やテレビドラマ新ボタンとバラなどの映画やドラマで見聞きした人もいるでしょう。医学的には性交死と言われ、性行為中に心拍数や血圧が著しく上昇することで心筋梗塞や脳出血などを引き起こして死に至るのです。英語で腹上死をスイートデスと言いますが、実際はとても苦しい最後を迎えると言います。おそらく亡くなる直前、胸を握りつぶされるような激痛が貴乃浪を襲ったことでしょう。うめくことしかできない苦しみの中、呼吸困難に陥った貴乃浪は胸や喉をかきむしったのかもしれません。地獄のような苦しみが30秒弱続くと人は意識を失い、 2,3 分もすれば心停止に至ります。もしこの時に AED などの装置を使い電気ショックを与えられれば蘇生の可能性もあったのかもしれません。しかし残念なことにその処置を施すことはできませんでした。この醜聞に対して相撲協会は貴乃浪がラブホテルで亡くなったことを隠して発表しています。しかし人の口には戸が立てられません。貴乃浪の葬儀では参列者から、まだ若いのに残念といった早すぎる死を惜しむ声に混じり、腹上死だってさといった言葉がささやかれていたそうです。この報道が事実なのか実際のところは分かりませんが、残された家族の悲しみや辛さはいかばかりでしょう。この悲しい結末を避けることはできなかったのでしょうか。実は貴乃浪は以前から心臓や胃に持病を抱えていました。2004年場所前に不整脈で入院し、引退の原因にもなっています。2006年にも心房細動、肺血症、肺炎を併発して緊急入院すると、一時は心停止にまで陥ったのです。この時の病状は回復していましたが、実は亡くなる前年にも貴乃浪は体調を崩しています。
周囲には胃潰瘍と話していましたが、実際は胃がんと診断され手術を受けていたのです。手術後3ヶ月近く入院した高野奈美、退院すると以前は1日に3升飲んでいた酒や日に40本は吸っていたというタバコも控えて健康に気を使うようになったといいます。そして周囲もそんな高野奈美の健康を案じていました。高野奈美の40代前半という年齢を考えれば、しっかりと薬で病気をコントロールさえしていれば急性心不全になることはまずないとする専門家の意見もあります。愛人との逢瀬という状況がトラブルを抱えた身には過ぎた刺激だったのでしょうか。もしかしたら高野奈美本人が今の自分の体調をそれほど悪くないと油断したのかもしれません。いずれにせよ体をもっと大切にしてくれていたらと今更ながら考えてしまいます。力士として家庭人として、そして一人の人間として43年の短い人生を駆け抜けた高野奈美。高野奈美の死によって家族はかけがえのない父親と夫を失いました。そしてまた相撲界も大きなものを失ったのではないでしょうか。古来名将と呼ばれる人物の横には影になり日向になり支えてきた軍事の姿がありました。もし高野奈美が今も存命で貴乃花と共に改革を進めていたら、私たちは今とは違った相撲の世界を見ていたのかもしれません。後進の指導に熱心だった高野奈美、せめてその意志を継いで新しい時代の力士たちを育てていってほしいものです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると泣いて喜びます。よろしくお願いいたします。